めまして、大丈夫かなこれ、こんばんは、ラブ&ベリーです。今日はね、このキャラで行くのであのクレームある人はあのうちの社長にお願いします、今日ね、なんか最近ちょっと涼しくなったかなと思ったら、また今日夏日で入道雲も出ててね、まあ夏休みももうすぐ終わり、学生さんはね終わりですけど、皆さんは夏休みの宿題終わりましたか？まだかな。ちゃんとやっておくように。終わってない。俺も終わってない。自由研究。自由研究残ってるね。あれで、ね、残りがちなのね。私たちはね、あ、ちょっと待ってね、ちょっと、はーい、ありがとう。あ、そう、今日はあっちゃん、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 そう、あっちゃん、あっちゃん、ありがとうございます。今日ね、私たちラブベリーは初ライブなので、皆さんたくさん応援お願いします。次はバラードを一曲聴いてください。 Maybe Tomorrow。だけど明日
ください。ここでね、汗をちょっと拭きながら告知をしたいと思います。イエーイ。来月の、9月18日の日曜日に、稲毛、千葉県じゃない人いるか、いるか、稲毛海岸、そう、千葉県の稲毛海浜公園内にあります野外音楽堂で、ラブベリー、イベント参加します。今回はね、まあ、毎年そこちょっと稲毛私出させてもらってるんですけど、今回 PA に、ステージ V が初協賛なので、それすごいね。ありがとうございます。楽しみだし、まあ、音楽堂への入場は無料なので、出たり入ったりも自由ですし、お散歩がてら、まあ浜辺もすぐ裏、まあ浜辺にも聞こえるぐらいの近さなので、ね、だからお散歩がてらでもいいので、よかったら遊びに来てください。あと、日曜日です。ラブベリーの、グッズを販売してます。わかんないことはギターの量全部何でもやさしく丁寧に、ちょっとうるさい教えてくれると思うので、よかったら T シャツとかもね、可愛いので、ぜひお願いします。あ、うちの今日ね、カメラマンで入ってくれてる方もラブベリーの T シャツ着てくれてるので、じゃあ、あとはね、もう楽しい曲を用意しているので聴いてください。ラブパッション
Yeah.
Yeah.